山梨の大月の、山の中ですね。3年ぐらい前かな。この、築300年ですけど、古民家に引っ越してきて。それまではね、東京に事務所があったんですね。うん、ある時にね、ふとね、東京でなくてもいいんじゃないかなと思ってね。まあ、登山家だし、活動がね、山からね、こういろんなところにこういろいろこう逆に発信していった方がね、説得力があるかなと思いながら、この山の中に引っ越してきました。まあ活動は山に登ったり、富士山とかエベレストの、まあ、清掃活動だったり、活動をどう広めていくかっていう中で、環境学校をね、やってみようとか、あと最近は被災地での活動がだいぶ増えてきましたね。近年で言うと、熊本地震のね、テント村とか。まあ、あのテント村もね、山の発想としてね、始めた活動ですけどね、一つの活動すると、そこからこう次に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 ってこう繋がってですね、ベースは山、山を登ることによって、そこからね、こういろんな活動を、広げていきたいと思います。熊本のその震災でテント村をやった一つの理由っていうのが、こうテレビを見ていたら、こう車中泊っていうのが問題になってたんですよね。この山屋として、何ができるのかななんていうふうに見てたときに、こう避難所があっても建物の中に入るのが怖いっていうことでね、車中泊なので、だとするとテントがいけるんじゃないかなと思って、ね、テントはどんなに良心があってもね、テント落ちてこないんだよね。なのでこうエベレストのベースキャンプのようなものを再現すれば、避難所としていけるんじゃないかっていうことで、熊本の、益城町っていうところですね、テント村っていうのを設置しました。まずこう最初にイメージしたのはエベレストのベースキャンプですね。こうエベレストのベースキャンプっていうのは5000メートルにあって、でそこでこう第一キャンプ、第二キャンプとかこうなんですか、こう上に上がっては定期的にこう降りてきて、で少し休んで、でまた上がるっていうことを繰り返して、約2ヶ月間かけてエベレストを登るんですけれども、エベレストで一番大事になってくるのは、定期的に降りたベースキャンプでどう休むかなんですよね。それ休むっていうのは心身ともに、こう肉体的なものもそうだし、心、精神ですよね。でその休むっていうことがちゃんとできないと、あの極限状態では、なかなか体が持たない。あと精神が持たないんですよね。ですからその休み方なんですよね。どう休むか。で、それ僕ら山屋っていうのは、ベースキャンプをどうすれば、こう心身ともに、こう、なんだろうな。リラックスできるかっていうことを、まあ、長年考えて工夫してきたんですね。5300メートルで非常に厳しいところだけれども、どうすればそこでも快適に過ごせるかっていうことを、まあ、僕らは、と考えてきて、で、ヒマラヤで通用するベースキャンプならば、この被災地で、こう、避難所としてのテント村っていうこともね、やっぱ通用するんじゃないかと。このテント村の良かったところっていうのは、まず陸上トラックを借りるんですよね。で、陸上トラックの、この外周ですか、そこのテントバーって張るわけです。要は、輪にするわけです。このテント村の形を。で、真ん中に僕ら、スタッフの、まあ、テントがあって。外部からこう入ってくる、こうまあ、要は、ああいう時っていろんな人がいるんですよね。まあ、治安も時に悪化する時もありますしね。と、外部の人がテント村に入った時に、陸上トラック、輪で僕らこうテント張ってると、そこに入ってくると、みんながね、気づくんですよ。なんか変な奴がいるなんていうのですね。誰だあいつみたいな。ですから、一つはね、安全面っていうことでね、この輪にしてると、部外者が入ってきた時に気づきやすいと。みんながそれを見てるっていうところでね。で、まあ一つですよね。ですから、あれもし テントを点々バラバラに張ったらですね、怪しい人が入ってきてももう気づかないですよね。体育館の中に避難してた方も途中からテント裏に引っ越していきたいっていう方が多くて。で、話を聞きますと、やはり体育館の中はなかなかプライバシーがないと。で、特にお子さんを抱えている家族がたくさん途中からこう引っ越してくるわけですけど、体育館の中っていうのは音響きますしね。でも、共同生活で子供は夜泣いたりするし、まあ、走ったり、しますよね。そうするとね、途中からうるさいっていうね。もう、要するに、あとチッとかね。っていうのがこうあって、居づらいと。テント村っていうのは、陸上トラックの輪にこうテントがあるわけじゃないですか。テントをジッポピーッと開けますとね、なんか全部グランドなんですよね。なので、子供はね、もうずっとそのグランドを遊んでるんです。サッカーやったり、野球やったりとかね。まあ、鬼ごっこやってましたけどね。みんなこの体育館の、そのグランドの真ん中で子供は遊んでて、で、夕方になるとね、みんなテントに帰って、ご飯食べて、疲れてバタンキューみたいな。ですから、そこがね、こう、子供が遊べるっていうところは非常に良かったですよね。で、どうすればもっと快適になるかと。やっぱね、最初から100点満点ってないんですよ。ね。で、震災が起きてからテント村を慌てて作ってますからね。
ですからもう走りながら考え、走りながら考えっていう、まあその積み重ねなんですけれども、こうテント村をまずね、パッとテント張って、あとは約600人の方がね、迎え入れて、で毎日彼らの様子を眺めながら、どうすればもっとね、要は今日よりも明日がよりベタになるかと。よりベタっていうのをね、もう毎日毎日こう探していくんですけれども、やっぱしこう僕ら運営する側からすると、もっと良くしていきたいわけですよね。で、こうテント村で生活している方々にやっぱ聞くわけですよ。もっと何か要望みたいな、もっとこうしてほしい。ただ、これ僕東北の、あの時もそうでしたけど、日本の被災者っていうのは、あまり声を上げないですよね。これだけやってもらってもう十分ですとか、ありがとうございますとは言うんですけれども、もっとこうして、こうして、こうして、こうしてって言わないですよね。どっかでみんな我慢しちゃうんですよね。被災者の人が我慢してくれるので、今までそれによって持ってきたことってあると思うんですよ。海外だとみんな主張しますからね。そういう意味では、日本人は我慢するんですけど、ただ我慢ってあんまり我慢するとね、それがこう自分たちに刃が向かってきてね、その被災者の人のメンタルをね、やっぱ追い込んでいくんでね、つまりあまり我慢してもらいたくない。で、そこで僕らどうしたかっていうと、子供がいっぱいいるので、で一緒にサッカーやったり、で子供たちと仲良くなってサッカーやってるうちに、で実際どうよって話をしたら、もっとこうしてほしいっていうのは子供は結構ね、言ってくれるんでね。ですから意外とね、子供たちと一緒にこう遊びながら、被災者の方々が何を求めてるのかなっていうのは意外とね、そこからいろいろね、情報をね、集めてましたね。やっぱしいいのはね、こう子供が遊ぶじゃないですか。で、遊んでる声って、なんでしょうね、例えば、大人たちね、いろいろボランティアで集まってる、おたらちもやっぱみんなだんだん疲れてくるんですけど、子供が遊んでいるとね、そこに釣られてるんですよね。じゃあそのスタッフも、じゃあちょっと俺もサッカーやってみようかとか、で親たちもじゃあ一緒にキャッチボールやるかとか、最初子供同士が遊んでたり、子供と僕が遊んでたのが、そこに親も入ってきたりとか、他のボランティアの方が入ってきたりとか、でみんなでね、結局遊ぶんですよね。それがすごくね、あの場の雰囲気をね、変えましたよね。まあ今年はコロナが始まって、まあ僕もこのね、こう20年間、20年間ちょいかな、ずっといろんなところにこう突っ走ってきて、突っ走ってきましたけど、本当にこの一旦足を止めるっていうのは、本当に今までなかったかなと思いますね。コロナと、まあ、このね、この今年1年、いろんなものが止まって、ふと思ったのが、山登りとね、ひょっとしたら似てるなと思って、何が共通点があるかっていうと、こう山を登ってる時って、自分と向き合うんです、ものすごくね。こう動いてるんですけど向き合うんですよね。で、日常生活でいろんなことがあれってこう疑問があっても日常生活はやっぱり忙しいし、あれって思ってもまあいいかって意外とね、スルーしていくと思うんですよ。山登りって山の中で何かあれって思ったことは、そのあれってなんだろうとそこですぐ向き合うんですよね。コロナもね、やっぱしこう、動いてない分ね、いろんなこう今まで何かいろいろ疑問があったり、何かモヤモヤしてたものと、なんでモヤモヤしてんのかなとか、なんかね、そこと向き合うんですよね。だから、すごくね、こう、ヒマラヤにいる2ヶ月間と、このコロナの、この期間のね、この感じ方っていうのが、意外ですけど似てるんですよね。すごくこう、向き合ってるんです。だからそれは時に大事かもしれませんよ。数ヶ月、東京でね、ステイホームして、で、久しぶりに山に行ったんですよね。でね、それまでも山にいるのが当たり前でしたけど、このステイホーム明けの一発目の山っていうのが、ちょっと雨降ったんですね。で、普通雨が降ってると嫌じゃないですか。でも、なんかね、その時は雨に、森の中で雨に当たるのがものすごい気持ちよくてね、もう途中から雨具を脱いで、もうずぶ濡れになりましたけど、なんでしょうね、どっかで気持ちの中でもう雨や、もう雨しそうが溜まってたんですよね。それが久しぶりに森に行ってね、雨に打たれた時に、このもやもや雲がね、流されていく感じなんですよね。すごくね、どっかでこう自分のこう精神、気持ちがね、キューッとなってたのが、ふわっと広がりましたよね。改めてね、あ、自然ってそういう力があるんだなと思いましたね。本当に、あれ、久しぶりの山登りの時には、救われたなと思ったんですよね。で、僕のね、仲間がいて、こう、ビデオを回してるんでね、コメントくださいって言われてもね、もう出ないんですよ。やっぱこれだよ。これなんだよなっていうコメントしか出ないぐらいに、やっぱ自然はそういう力を持ってますね。そう、やっぱしこう自然の中にいるとね、やっぱ人間も動物じゃないですか。で、自然の中に行くとね、より動物的な、まあ、動物の本能がね、やっぱ非常にこう強くなると思うんですよね。で、そうするとね、こう感覚で感じるっていうんですかね。
まあ、日頃どうしても僕ら頭で考えますよね。日常生活ですごい頭でずーっと頭で、まあ、これはこれ大事ですけど、ただ自然の中に行くとね、まあ、頭でいろんなことを考えるっていうことと同時に感覚ですよね。フィーリングっていうのかな。だから流れがちょっと良くないなとか、今これいけるなとか、うん、あとは例えば今自分がすごい疲れてるなとか、じゃあ一旦引くかとか。やっぱ僕ら山屋っていうのは逃げるっていうのもね、すごい大事なポイントなんですよね。何か違うと思ったら、嫌だと思ったらもう逃げる。それは根拠がなくても嫌だなと思った時には降りるっていうね。で、逃げるっていう本能はすごい大事で、その逃げることができないと山屋は山で簡単に死にますよね。ですからその辺のね、今は攻める時か逃げる時かとかね。あとね、コロナでもう一つ思ったのは、やっぱしこの10年20年ね、やっぱいろいろ決断を迫られたし、決断をする時が多かったんですよ。いろんな活動でこれをするしないとかね、今は攻める時だとか、いろんな決断をすることを求められましたけど、なんかね、このもう半年間かな、この半年間は何か決断をする時ではないなと思ったんですね。大きな決断をしないけれども、なんでしょう、ちっちゃな目標みたいなの、こう大きな目標っていうよりもね、すごくこう日頃はどっかで手を抜きかけるところ、手を抜くようなちっちゃな、ね、目標をね、それをやっぱ一個一個こう積み重ねていくっていう、まあ、本来僕は高校時代と学生の頃ね、山を登り始めた頃はそうだったんですよ。ちっちゃいことを積み重ねながら、いつかはヒマラヤと思ってこう積み重ねてきて、でヒマラヤ行くようになった。で今ではもうヒマラヤに行くのが当たり前になってくるんですね。そうすると本来はもう一回このここの手前からこうコツコツ積み重ねてヒマラヤに行かなきゃいけないのに、ヒマラヤに行くのが当たり前になると、ここからこう先に行くことを考えちゃうわけですよ。でここのかつてここの部分ね、この下からこう積み重ねたところをね、軽視するんです、軽視するんですよね。なのでそういう意味ではね、今回このヒマラヤになかなか行けないとなった時に、要するにここ山を登り始めた頃、ね、の頃の自分に戻って、だから本当に低山に行きましたけどね、右足を出して左足を出して次右足でしょ、もうその繰り返しなんですけどね。あの、まあ、これ一歩一歩地味ですよ。だって1メーター足らずですからね。1メーター右足左足また右左と、その積み重ねで八ヶ岳なりこう登れるわけでしょ。で一歩一歩で登れなくないと思ってましたけどね、まあ、それが登れるわけじゃないですかっていう感覚をね、このコロナの中で久しぶりにね、この本当このスタートラインからのコツコツっていうのをね、向き合って初めてやってみましたけどね、はい、いや難しいのはね、まっすぐ頑張るってことなんです。こう人間こう頑張ってるとね、途中からこっち行ったりとかあっち行ったりとかね、まあ、感覚が変わったりブレたり、自分の方向を見失ったりするわけじゃないですか、ね、でもだからこうまっすぐ頑張るのが難しいので、そういう時にね、一回足を止めて、自分は本当は何をしたかったんだっていうことと、これから何をしたいのかっていうことをね、やっぱり足を止めるっていうのもね、大事かなと思うんですよね。意外と僕にとってコロナっていうのは、意外とそういう時間の使い方になってます。うん、コロナでね、やっぱ大変は大変ですよね。で僕も最初の数ヶ月は、ちょっとガクってきましたよ。もう目の前の模型がなくなったしね。であとは、じゃどれだけ、先が見えないじゃないですか。じゃあこれ2ヶ月後には元通りになれるのとか、まとめないですよね。だからずるずる行くしね。最初から僕もガーッときましたよね。ただその中で、なんかね、例えば自分が今までこうずっとこうやってきたことを一個一個ね、振り返ってみてね、なんか分析するのがいいなと思ったんですよね。こうやってきたこと。でね、こう、ずっとこう走ってる時って、あまり自己分析しないんですよ。特にうまくいってることはね。だからうまくこう積み重ねてきたものでも多分ね、分析する場所があるはずなんですよ。だからすごくね、この、まあ、時間あるんでね、その時間を使って過去いろいろやってきたことをすごく細かくね、一個一個ね、分析してみて、もっとあの時もっとこうすればもっとよくできたんじゃないかなとか、まあ、そういう、なんだ、時間の使い方ですよね。人間ってのは厄介なもので、忙しい人で疲れるって言うんですよ。でもね、暇になっても疲れるんですよね。どっちにしろ疲れますけどね。ただね、やっぱしこう振り返って一個一個こう分析するっていうのと、あとね、じゃあこれからね、こう今までこうずっとこう自分がやってきたことからどう次につなげていくのかっていうのもね、やっぱしね、忙しいとなかなか考えられないしね。だから、こう過去を振り返って分析して、その上に、じゃこれから自分はどう方向に行くのかっていうことをね、やっぱ考える時間はたっぷりだし、そういう時間の使い方をしたいなと思ってやってきましたけどね。
いろんな方にね、どうしてこう山登り以外の活動をするんですかと聞かれることが多くて、でその時にね、なんでかなとこう自問自答してみた時に、まあ、僕は山を登ってる人間なんで、日本中の山とか海外の山に行きますよね。で山というのは僕にとってある意味現場なわけですよね。と現場に行くと、あ、こんなことが起きてるんだっていうことを自分の目で見るわけですよ。で見るっていうのがね、すごく僕の中で大きくて、見るとこんなことが起きてるんだっていうことをある意味知る。人間知るっていうことはどっかでね、気持ちの中で背負ってしまうとかなんですね。ですからこう現場に行って見ちゃって、で知っちゃって、そして気持ちの中で背負ってしまって、そこからね、じゃあ何か一つできないかなっていうところでアクションという形でね、気づいたら活動がうわーっと広がってきました。でもこういろんな活動してますとね、いろんな人に計画準備して実行してるんですかというね、いろんな質問がありますけど、僕の場合はね、意外とね、分かんないけど始めちゃう、ね、例えばテント村だって、避難所の運営ですよね。僕避難所運営したことないですよね。ただまず やるって決めたら、まあ、始めますよね。ただね、こう始めると分かんないことが多いんですよ、本当に。で分からないことは分からないっていうことをね、まあ、全部出す。そうするといろんな専門家がね、集まってくれてね、でみんながそれぞれいろんなアイデアを持ってきてくれてね。ですからね、あのテント村が成功したのはね、そこなんですよね。僕がやって成功じゃなくて、僕は手を挙げて始めたんですけど、そこに各分野の専門家、あのスペシャリストがうわっと集まってきて、そこでみんなでね、本当にあの力を、まあ、知恵を出し合ってね、そして運営したのがあのテント村だったんですよね。ですから、まあ、僕は、ね、環境問題が多いんですけど、ちょっとこれ漢字なんですけどね、環境の環っていう字があるんですけど、まあ、これ読み方書いたら和ですよね。これ人と人との和なんだなと思いましたね。この和をね、どれだけ広げていくかっていうのがね、最大の、テーマかなと思いながら、これからもこの環境の感度ね、輪を広げていきたいなと、思っています。